まず式の計算をします。傾きがプラスの時、右上がりの直線です。傾きがマイナスの時、右下がりの直線です。それぞれ最小値よりも小さくなる場合です。ゼロを要素とする集合は有理数全体に含まれます。ルート28は要素で無理数全体の一つです。ゼロを要素とする集合と集合 A の全部は集合 A です。有理数と無理数の共通部分はありません。 B ではX は無理数、Q では X はマイナスルート28のみ、R では X は0とルート28の倍数です。無理数全体の中にマイナスルート28、つまり Q があります。よって P は必要条件です。R には0という有理数とルート28という無理数があります。含む含まれるという関係にありません。よってどちらでもないとなります。丸1は因数分解しマイナス20とA の2乗を導きます。丸2からマイナス 4A と0を導きます。求める範囲はマイナス 4A がマイナス20と0との間にあるときです。外接円の半径はサイン法則から求めます。公式に代入して1の式が出てきます。式を整理すると外接円の半径は7となります。 AP を X といってコサイン法則を使います。 X について解きます。点 P を点 A から点 B へ動かしてみましょう。高さは0から始まり、AB の中線で最も大きくなり、また0に戻ります。三角形の面積は2分の1底辺×高さです。底辺が7ルート3ですから、高さの変化を調べます。すると、AB の中線の時、高さは最大となります。そして三角形 APB は正三角形です。点 P が点 A に近い時、角 PBA はほぼ0度で、サイン角 PBA はほぼ0です。その途中です。点 P が点 C にある時、角 PBA は60度で、サイン角 PBA は 0.87 です。その途中で角 PBA が90度の時は、サイン角 PBA が1となります。ここで最大です。点 P が点 P に近い時、角 PBA はほぼ120度です。サイン角 PBA は2分の1です。21ルート3の直角三角形より PA の長さは14、面積はこうなります。
このような問題では式で解くのではなく、いくつかの場合を調べて答えを出すようにしましょう。散布図ではペンの散らばりが小さいほど相関が強くなります。ヒストグラムから最大値、最小値を見つけ、箱ひげ図と比べます。点の散らばりが右上がりか右下がりかを見ます。分散は式の変換で2乗となります。変数の変換によって変数と標準偏差は係数倍となり、分散は2乗となり、相関係数は変わりません。回答はこうなります。